今姉ちゃんから LINE があって痛み止め飲んだ方がいいと思うよって言われて、痛み止めが家にあるっちゅうことさえ忘れとったっち思って探して飲もうっち思う。今さっき投稿したけど趣味が合いそうだなって思うから、まあもうなくなっちゃったからさ、ずるいけどさ、ない未来なんだけど仲良くできとったんだろうなとかは思っちゃうよね。なんかライブとか好きそうだからさ、どっちもさ、そういう意味で話し合いそうって思った。宮さんに関してはな、多分明らかに喧嘩だったと思うんだよな。ゆかりの、あ、ごめん。いた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 。ゆかりの、なんか、フレンドリーすぎる時のゆかりち感じが、小5ち感じち思ってるから、その感じを、やすさんの前でやってしまうとフレンドリーすぎる。やっぱりフレンドリーすぎてもそこまで、あそこまでじゃなかったと思うんだけど、なんかそれをその態度でずっといるとお前何って感じに多分なると思うから、合わせちゃいかんなって思っとって、いやちょっと濡れたんでっつってからになっても、濡れたんでとかじゃなくて、多分どうかね。だから一人だったら、あ、お前じゃがな、とか言って、ちょっと、じゃあ今これ半分こしてから、なんか他の買ってきて、また食べるか、とか、どっか食べに行くか、とかなったかもしれんけど、ゆかりんとの体調があれだったから。勝手に人どうだ。友達。できるかできないかの想像なんて、まあ想像にしか過ぎないんだけど、でもなんか勝手に人のこと話すと、やすさんの家族間とかでお金のやり取りがきっちりしないととか、イライラしてるタイプだったから、他の人のでそういうの見るとなおさらイライラする人なのかなとか思うから、あんまりあれだったのかなって思った。今薬飲んだから聞けばいいな。あと湿布があれば貼っとこう。お姉ちゃんが言ってくれんと忘れちゃうんだよね、その辺も。もう今日はお風呂入って湿布を貼って、さっき焼きそば食べちゃったから8時前にもう一回ご飯取りに行ってって感じにしようと思う。あー眠い。整形外科行ってる時も眠かった。どうにかこうにかって感じです。じゃあねー、バイバイ。